ここ和歌山県立医科大学は昭和20年に和歌山県立医学専門学校として設立以来、多くの優れた医療人を輩出し、時代の変化や社会のニーズに合わせて進化を続けてきました。和歌山市の紀三井寺キャンパスと三日面キャンパスを合わせて現在およそ600人の医学部生が通っており、豊かな教育環境の中で日々医学の知識や技術の習得に励んでいます。豊かな人間性と高邁な倫理観に富む資質の高い人材育成を行うことを教育理念とし、地域医療および健康福祉の向上に寄与するとともに、国際的にも活躍する医療人を育成しています。令和3年度から薬学部を開設し、医・薬・官の3学部を擁する医療系総合大学として、より多くの医療人を育成しています。和歌山県立医科大学には学内・学外の医療従事者が利用し、実践を模した技術習得や研修を行えるスキルスラボや、人体の構造だけでなく人の命と向き合うことについて学ぶ系統解剖実習室、僻地の多い和歌山の地域医療を支える遠隔外来システムを備えた地域医療支援センターなど、さまざまな施設があります。さらに高度救命救急センターでは、平成15年から近畿地方では初の基地病院としてドクターヘリを使い、和歌山県内全域の重症な救急患者の方を受け入れています。また充実した施設に加え、熱い思いを持った先生が多く集まっており、日々医療の発展に向けて研究しています。授業では医学の基礎から最先端の医療技術まで、豊かな教育環境のもと実践を交えながら学ぶことができます。医療の未来は皆さんの手の中にあります。和歌山県立医科大学は医療系総合大学を目指し、今まさに皆さんと共に大きく羽ばたこうとしています。若い力を、夢を存分に実現できる環境を整えて、情熱あふれる皆さんの入学を歓迎します。私たちと共に教育、研究、医療の分野でのオンリーワンの大学をこの和歌山から作っていきましょう。皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。